どこに行くのかね。どこに行くのかね。よし、行くぞ。私たちが見た時と違って単独になっているな。監視だけ残してあとは引き上げたか。あれって石膏じゃない？前にリラさんが言ってた石膏の次ってやつかな。そうかもしれん。だが今は。そうだな、まずはぶっ倒す。よし、行くよ。さあ、行くぜ。それ。おや。それ。せい。ライザー、行くよ。一緒に。それ。ライザー、頼んだ。おや。せえな。おや。行きます。なんとかなったな。あの渇きの悪魔を倒しちゃったんだね、僕ら。リラ、どうだ？ああ、やはり間違いない。こいつは空読みだ。空読み、どういう意味なんですか？名前の通り空を読む。つまりその地の気象を鋭敏な感覚で観測する特別な種だ。それってつまり。こっちが歓喜になったことがフィルスタにバレたってことだよね。ああ、こっちに雨が当分降らないことを虫歯みの女王に知られてしまったんだ。つまりいよいよ来ちまうのか。どれくらいの時間で攻め。巨大な群れとして動くから今すぐというわけではないだろうが、もう猶予はない。そんな、一体どうすれば。まずはアトリエに戻って今後の作戦を考えよう。おう、どこに行く？よし、行く。大進行を止める方法はないの？ないだろうな。よりにもよって虫歯みの女王の支配地の近くで門が開いてしまった。
やつら喜び勇んで殺到してくるだろうよ。門をぶっ壊すのはダメなんだよな。ああ、門に込められた莫大な力が解放されて、とんでもない被害が出る。こっち側の遺跡を壊して、門を水で囲うのは？一匹二匹ならともかく、大侵攻ともなれば、多少の水は味方の死骸で埋めて乗り越えてくるだろう。門の封印は無理にでもできませんか？封印は繊細な作業だ。フィルフサがいつ群れをなして飛び出てくるかって状況ではとても無理だな。逆にどういうことならできるの？今すぐできることとなると、一つはあの古式秘具を今すぐぶち壊すことかな。もし聖地の水が一瞬で元通りに戻ったなら、そこそこの足止めくらいにはなるかもしれん。それでもそこそこの足止め程度なんだ。すでに女王が群れを率いて救っちまったんだ。水が戻ってもその勢い自体は消せないだろう。その方法をとっても奴らが来る可能性は高くて、しかも島は歓喜の中で水を失う。もう一つの方法は、かつてクリント王国の連中がそうしたように、息を潜めて島に引きこもることだ。大侵攻が何もかも飲み込んで荒らし尽くすのを歓喜が終わるまで眺めてるってこと？でもこの地方の島以外の場所は、あの古城や塔みたいになってしまうんですよね。歓喜の間中、群れは広がってゆくだろうな。正直、この場合どれほどの被害が出るかは見当もつかん。もう一つできることはないでもない。最も危険だが確実。教えて。我々の方から打って出て、虫歯みの女王を倒す。そうすれば統率者を失ったフィルフサの群れは瓦解し、大侵攻もついえる。お前ならそう言うだろうと思ったが、成功の確率を考えるだけ馬鹿らしい無謀な行為だ。でもそれが一番確実な方法なんだよね。俺は付き合うぜ。要するに俺たちが頑張りゃすっきり片付くんだな。私もライザが行くのなら、今がもらった勇気を返す時だと思う。当然提案者の私は行く。アンペル、お前も格好つけてないでさっさと言え。わかっている。だが誰かが慎重論を唱えなきゃいけないだろう。でなければ生きづらい奴が。僕も行くよ。何？しかし、しょうがないって付き合うわけじゃないよ。うまく言えないけど、やっぱり僕も行かなきゃ。やれやれ、余計な気を回しすぎたってことか。大人ってのはこういう時いまいち格好がつかんな。これで言い訳は終わりらしい。ライザ、思いのままにやれ。みんなありがとう。にしても虫歯みの女王の城に殴り込みか。冒険もここに極まれりって感じね。やっぱり村の人たちには知らせないんですか？以前も言ったが、
私たちの目的は門をはじめとするクリント王国の遺産を密かに封じることだ。また別の誰かが異界に触れる機会を増やすわけにはいかない。悪いが、これは私たちの前提だ。それに、半端に喧伝して混乱を起こされると無用の被害も増えるだろう。せめて真実を知るボース少年に、我々が出発した後、それとなく街道の往来を止めてもらうことにしよう。なーに、要は俺たちが勝てばいいんだよ。気楽に言うな。でも本当にそうするしかない。そうでなきゃ僕らはって状況なんだよね。私たちの命がけの戦いは、村の人たちの誰にも知られないまま始まって終わるんだね。それでいいんだよ。この戦いはなんてことない当たり前のものを守る私たちだけの戦い。明日も普通にやってくるなんてことない一日のための戦いなんだよ。いい覚悟だ。じゃあこれからお前たちのそれを、なんてことないものを、もう一度見直してこい。その間に私たちが出発の準備をしておこう。うん、みんなそれじゃあ一旦解散ね。またここに集まって出発しよう。どれを使おうかな。ねえ、どこに行くんだい。どこに行くのかね。よし、行くぞ。お、レント。よ。どうしたの。やけに動き。ああ、ついに親父に勝利したのさ。決戦の前に幸先いいぜ。え、本当？ザムエルさんって。守り手と同じかそれ以上に強いって噂なのに。そりゃどうかな。俺の見立てじゃアガーテ姉さんの方が強いと思うぜ。レントが言うならそうかもね。それでどんな風に勝ったの。何、いつも見たく手を出してきたからよ。聞かねえそぶりで前に出たらビビって折れやがったのさ。実際もう痛くも痒くもなかったしな。今まで俺が負けてたのは吹っ切れたってこと。まあな、親父の方が最近妙に距離取ってる理由も聞き出したぜ。ほんとバカらしい話だったよ。それは聞いていいの。もちろん。息子が跳ねっ返りの段階を超えて独り立ちしそうなのを察したからだとさ。レントの独り立ちを怖がってたってこと。ザムエルさんもああ見えて親の気持ちがあったんだね。ふん。ああ。ん。どこに行くの。よし、い何作っちゃおうかな。どこ。さあ、何と。いい感じかも。
どこにしよう。どこに入れようかな。どこに行くんだ。よし、行くぞ。いて綺麗ね。宝石が嫌いな女の子なんていないと。肩慣らしにもならねえな。行きます。せい。行きます。ライザ、一緒に行きます。おや、もう終わりかよ。宝石だろこれ。売って。どこに行くの。よし。何作っちゃおうかな。何を入れるのがいいかな。いいもの、できそうな予感。何を入れるのがいいかな。いいもの、
できそうな予感。さあ何を入れよう。いいもの、できそうな予感。何を入れるのがいいかな。わっ、何かが変わりそう。どれにしよう。これでうまくいくかな。やった、できた。どこ、何を入れるのがいいかな。うわ、いい感じかも。何を入れるのがいいかな。いいもの、できそうだ。さあ何を入れよう。何を入れるのがいいかな。新しいものができちゃいそう。どれからうまくいくかな。じゃーん、こんな感じかな。どこにし、さあ何を入れよう。いいもの、できそうな予感。さあ何を入れよう。さあ何を入れよう。うわ、いい感じかも。何を入れるのがいいかな。わっ、何かが変わりそう。とりあえず何か入れちゃうか。どれにしようかな。これさあどうだ。できた、バッチリ。どこにし、さあ何を入れよう。うわ、いい感じかも。何を入れるのがいいかな。何を入れるのがいいかな。新しいものができちゃいそう。どれがいい。これでいいかな。うまくいくかな。じゃーん、こんな感じかな。少しは成長できたみたい。どこにし、何を入れるのがいいかな。うわ、いい感じかも。何を入れるのがいいかな。何を入れるのがいいかな。うわ、いい感じかも。さあ何を入れよう。何を入れるのがいいかな。わ、何かが変わりそう。うまくいくかな。やった、できた。どこ、何を入れるのがいいかな。いいもの、できそうなよ。何を入れるのがいいかな。何を入れよう。うわ、いい感じ。何を入れるのがいいかな。何を入れるのがいいかな。新しいものができちゃいそう。どれにしようかな。これでいい。さあどうだ。やった、できた。どこに入れようかな。どこに、さあ何を入れよう。いいもの、できそうな予感。さあ何を入れよう。うわ、いい感じ。何を入れるのがいいかな。何を入れよう。うわ、いい感じか。さあ何を入れよう。何を入れるのがいいかな。わ、何かが変わりそう。どれがいいかな。これでどう。さあどうだ。じゃーん、こんな感じかな。なんか上達してきた気がする。どこにし、さあ何を入れよう。うわ、いい感じかも。とりあえず何か入れちゃうか。
どこに入れよう、どこ、さあ何を、うわいい感じかも、さあ何を入れよう、どれがいい、これでうまくいくかな、やったできた、どこに何を入れるのがいいかな、いいもの、できそうな予感、何を入れるのがいいかな、何を入れるのがいいかな、うわいい感じかも、何を入れるのがいいかな、うわいい感じかも、何を入れるのがいいかな、さあ何を入れよう、新しいものができちゃいそう、どれがいいかな、これで、さあどうだ、できた、バッチリ、どこ、さあ何を入れよう、うわいい感じかも、さあ何を入れ、いいもの、できそうな予感、何を入れるのがいいかな、新しいものができちゃいそう、さあどうだ、やったできた、どうしようかな、どこに、さあ何を入れよう、何を入れるのがいいかな、いいもの、できそうな予感、何を入れるのがいいかな、うわいい感じ、何を入れるのがいいかな、いいもの、できそうな予感、さあ何を入れよう、何を入れるのがいいかな、わ何かが変わりそう、どれがいいかな、これでどうだ、うまくいくかな、やったできた、少しは成長できたみたい、どこに入れようかな、どこに入れようかな、どこにしよう、さあ、何、いいもの、できそうな予感、何を入れるのがいいかな、いいもの、できそうな予感、何を入れるのがいいかな、さあ、何を入れよう、うわ、いい感じか、さあ、何を入れよう、どこに、何を入れるのがいいかな、いいもの、できそうな予感、何を入れるのがいいかな、いいもの、できそうな予感、何を入れるのがいいかな、うわいい感じかも、何を入れるのがいいかな、いいもの、できそうな予感、どれがいいか、これで、さあどうだ、悪くないんじゃないかな、どこに、何を入れるのがいい、いいもの、できそうな予感、さあ何を入れよ、いいもの、できそうな、何を入れるのがいいかな、さあ何を入れよ、いいもの、できそうな予感、何を入れるのがいいかな、さあ何を入れよ、新しいものができちゃいそう、どれにしようかな、さあ何を入れよ、さあ何を、いいもの、できそうな予感、何を入れるのがいいかな、うわいい感じ、さあ何を入れよう、何を入れるのがいいかな、何を入れるのがいいかな、何を入れるのがいいかな、うわいい感じかも、さあ何を入れよう、いいもの、できそうだよ、何を入れるのがいいかな、さあ
何を入れよう。いいもの、できそうな予感。どれがいいかな。これでいいかな。うまくいくかな。悪くないんじゃないかな。どうしようかな。おう、どこに行く？よし、行くぞ。よいしょ。肩慣らしにもならねえな。せい！えい！それ！それ！いくよ！おりゃ！それ！いくよ！ライザ、頼んだ！行きます！せい！ライザ、一緒に！おりゃ！行きます！おりゃ！えい！いくよ！行きます！さあ、どんどん進もう！来た。またあちこちふらついてたのかい。た、まあいいじゃないか。魔物退治からこっち、ライザたちの悪口を言うやつもいなくなっただろ。評判じゃなくてあなたの手伝いのことよ。わざわざ言わなきゃ朝起きて足でいなくなるんだから。そうだね、今度もそんな感じでいなくなって。何か言ったかい、ライザ。ううん、どこに行っても帰ってくるよ、ちゃんとね。本当かね。お前の錬金術とやらですぐ連れ戻せる魔法の呼び鈴でも用意してほしいよ。そんなもの作ったらおちおち冒険もしてられないよ。どうしたんだい、急に人の顔ジロジロと。何か顔についてるかな。何でもないよ。この小さな屋根裏部屋でどうするどうしたいって話し合ってたのがずっと昔の出来事みたい。ここから始まってみんなとの世界が広がって、またここを守るために戦う。それもいいよね。ライザ、何やってるんだい。ちょっと手伝ってくれるかい。ああ、こんなとこまでいつも通りか。ねえ、どこに行くんだい。取り合わせ。ライザか。いや、実は前から島の操作とかいろいろまとめたメモを作ってて、この際だからそれを渡してたんだ。そっか。いきなりのことでわかるわけがないだろう。時間をかけてじっくり読ませてもらうさ。
あらら、あんまり首相だと拍子抜けしちゃうな。まあ私にも分かんないし、偉そうには言えないか。そこは僕の長年にわたる研鑽の賜物だよ。と言っても実際読めるようになったのはアンペルさんたちが来てからだけどね。持ち歩いてるだけの。え？持ち歩いてるだけの飾りじゃなかったんだな。うん、僕がこだわってきたものには意味があった。それが島のみんなを助けることにつながった。だからもう何も言うことはなしさ。そうか。ほんと昔みたいな眺め。どこに行くの？よし、行くぞ！ライザ、私今だからできることをしたいと思う。いいよ、私がいて助けになるんならいくらでも。でもいつも勇気を出してたのは私じゃなくてクラウディア自身なんだよ。だから今度も大丈夫。ライザ、うん、頑張るよ。急に何の用だね。お父さん、隠しててごめんなさい。今まで何度も対象を離れてたのは、これ何？旅を始めた頃、これを吹くたびにお父さんが悲しい顔をするのが辛くて、それで。そんな顔を私が。練習はずっと続けてたんだ。いつかもっと上手くなれば喜んでもらえると思って。でもそのまま数年隠れて練習するばかりで。クラウディア、頑張れ。そんな時ライザたちに出会って聞いてもらって、私のこれが人の心を慰められるって知ったの。これならお父さんも笑顔にできるかもしれない。わかった。聞かせてくれ。フルートの演奏会は、数年おきに旅から帰る私と母さんとクラウの。だから母さんのそばを離れ、私と旅に出たお前がフルートを吹く姿に、私この子は母さんのもとに帰りたがっているのではないかと。お父さん、旅は私にいろんなものをくれたよ。綺麗な景色に、いろんな食べ物、知識に、体験に、友達も。それに私は
お父さんの娘でもあるんだから、旅は大好き。一度母さんの元に帰ろうか。お前の素晴らしい上達ぶりを三人の演奏会で聞かせてあげよう。うん、クラウディア、よかった。どこに行くのかね。よし、行くぞ。聞いたぞ、お前たちだけでフィルフサの本拠地に殴り込む、それ以外の方法は本当にないのか。うん、ないみたい。だから私たちが行った後、万が一、そう、あくまで万が一のために、数日の間街道の往来を止めるようモリッツさんを説得してほしいの。わかった、約束する。ライザ、ん、何？真実を他に漏らすことができないのなら、少しでも知っている奴を加えるべきじゃないのか。ありがとう。でもあんたはダメ。別に強い弱いの話じゃないよ。どういうことだ。その真実を知ってる人間がせめて一人は残ってないと、やっぱりまずいでしょ。さっきから気に食わないことばかり言うな。まるで帰ってくることができない奴の遺言だ。だって本当に無謀なんだもん。でもそれ以外の道は取れない。だったらどれだけ危険でも怖くてもその道を走るしかないじゃない。お前が湖に落ちたあの日、俺はレントやタオと一緒に引っ張らなかった。アガーテが後ろで見張ってると知ってたからだ。
アガーテがいるはずのものが、だが実際にアガーテを見つけるまでは本当に怖かった。それでも走り通してお前を助けられた。不安でも何でも正しいと思ったら全力で走れ。今度は残れと言われた俺が助けを待っててやる。なんで本当のこと言わなかったのさ。アガーテは父さんの言いつけで俺が危ない真似をしないかどうか見張らされてたんだ。俺はそれを知ってたからどうにも恥ずかしくて、あの時は言い訳よな。何よそれ。本当お互いなんてことない理由であんなに。でもいろいろありがとうボス。無様に惨敗しても心の広い俺は許してやる。ちゃんと帰ってくれば。だがな、おあいにく様、しっかり虫歯みの女王を倒して凱旋してみせるわよ。ああ、またな。どこに行こうかな。よし行くぞ。大したもんだよライザの錬金術は。指の感覚は怪我をする前と変わらない。完全に痛みはなくなったのか。なあ、これなら相手が虫歯みの女王だろうと存分に暴れられるだろう。もう治ったと言っていいんだな。ああ、どうしたリラ。アンペル、私たちオーレン族はお前たちに。いいや。本当か。ああ、周りのすべてに裏切られ世をはかなんでいた私にお前は錬金術師としての生きがいをくれた。今度の戦いだって長く続くそれの一つに過ぎない。お前が付き合ってくれる限りは続けるさ。そうか、ならいい。ただいまーっと。今戻りました。とりあえずやれそうなことは全部やってきたよ。俺たちの準備は万端だぜ。アンペルさんとリラさんは。ああ、今終わった。行くか。まずは門だ。あの隠された入り江だね。おう、どこに行く。よし行くぞ。まだこちら側にゴズメを出していなかったか。空読みが倒されたことに気づいてないのかもしれん。薄情な奴らだな。ま、悪魔らしいといえばらしいけど。
奴らここはあくまで群れにおける役割、いや機能をそれぞれ体現しているだけの存在だからな。ドイツが死んでもそれは群れの一部品でしかないから何も感じないってことか。アリとかハチみたいだ。例えとしては正しいな。そんな奴らだからこそ中枢を潰すことで群れ全体の瓦解を誘える。中枢、つまり虫歯みの女王。目的の再確認はできたか？なら行くぞ。いよいよ異界か。またこの空をみんなで見上げようね。うん、歓喜の空。特に太陽なんてこれまではイラつくだけだったけど。これが僕らの世界の空だからね。よし、痛いくらい目に焼き付けたし、いいよ。門の先にはフィルッサが待ち構えてる可能性が高い。十分に用心しろ。わかってる。さあ出発よ。到着。うわ、本当にいた。しかもなんか強そう。あれは将軍だ。手強いぞ。締めてかかれ。おお、待ってました。あれはやっつけてもいい種類なんですか？問題ない。もう石膏も空読みも出てしまった後だ。虫歯みの女王までは撫で切りにして進むしかない。つまり考える必要はなしか。よし行くよみんな。必ず勝とうね。それなんとか片付いたか。将軍を倒せばこいつを核とした一軍の集結は妨害できる。今の勝利だけでもこっちに攻め込んだ意味はそこそこあったのかな。その通りだが、ここに将軍がいたのは大侵攻実行の寸前だったという証明でもある。グズグズしてる暇はないってわけね。アンペルさん、これからどうするの？まずはキロシャイナスともう一度合流しよう。彼女の安否を確認して、できれば今の情報も欲しい。キロさん、無事だといいですけど。
肩慣らしにもならねえな。行きます。行くよ。おりゃ。行きます。ライザ、一緒に行きます。せい。さあ、どんどん進もう。どうする？それ。おりゃ。行くよ、それ。行くよ。行きます。ライザ、頼んだ。行くよ、それ。せい。もう終わりかよ。君たちと再会できて嬉しい。大侵攻の気配があったからきっと様子を見に来ると思ってた。そちらも無事で何よりだ。聖地は襲われていないようだな。聖地は女王の城と門の直線上から連れてる。奴らは道なんか無視してまっすぐ門に向かうから、ここは侵攻ルートと重ならない。むしろ周りの群れが駆り出されて静かなくらい。それってつまり女王の城の近くにはフィルッサがうじゃうじゃ集まってるってこと？変な想像させないでよ。もうこっちの事情を説明しよう。そう、古式ヒグはやはりそちらに。そりゃもう泣くわわめくわで即ぶっ壊しかけたの。ありかが分かったのなら、彼が怒ってくれたのなら、まずはそれでいい。でも君たちの選択の方には驚いた。まさか虫歯みの女王を倒して大し王連族のキロさんでも驚くくらい無謀なことなんだね、やっぱり。だとしても今さら帰るわけにもいかねえさ。勝手な言い分なのは分かってます。それでも私たちの世界を大侵攻から救いたいんです。そのために女王の城に至るまでの情報が欲しい。できる限り消耗を抑えて女王に当たり。やっぱり本気なんだ。分かった、君たちの勇気と闘争心に応える。聖地を守っているお前を巻き込むわけにはいかない。お前はお前の戦いのために残っていてくれ。